一旦進行を中断。行くか。はい、いらっしゃい。ちょっとね、半蔵のセットプレイがちょっとだけ進化しそうな気がするんだけどね。相手の立ち状態じゃない。ああそうだ、こう相手の前ジャンプハイ、前ハイジャンプ中だとジャン AC がつながるキャラが増えるんで。やる？あ、やる？インさん、いいよ。一旦進行を中断。久々のインさんロビーやるか。インさんも結構やってんの？開けば中野でやった。開くは中野行った時だけ。あ、マジで？でも中野でやってんならみんな強いでしょ。やっぱイップさんとか Q さんとかやってる人がいるんだったら一番。あいつらまだまだだな。ええ結局あれまだチャダ使ってんの？今回のチャダ相当俺厳しいと思うんだけど、なんか差し返しもしづらくて。チャダだけれど半蔵かヒナも考えている。今回はねヒナおすすめだよ。ヒナめっちゃ強いよ。選手の入場。俺の周りもみんなヒナ使ってる気がする。いやヒナ強いもん。可愛い上にヒナ強いもん。バコツ。はい、よし、久保さん頼む。久保さん田舎者は礼儀知らずじゃなと。今回ね最強ランクから半蔵がいなくなる疑惑しかないんだよな俺の中で。強いのは強いから上位なのは間違いないんだけど、あ、うまい。あー、そこ投げるか。投げ前がでかい。ただ結局このゲームあのブロが、これはガチセット。これはガチセットだね。インさんっていうかなり強いチャダ使いが、サード勢だからやっぱ強いわ。インさんいいね。あ、ミスった。まあいいや。今ヒヤさんのとキャラランはどんな感じなの？俺の中ではヒナーズール、ヒナーズールが多分強いで、その下に半蔵とかヒナが、あ、シモが来るから。今回はアズールのクラックシュートガードさせた後っていかがく。あ、ちょっと待って、コメントが全部見れない。あー、やってくると思った。嘘、半角じゃないです。確定はないです、あの技だから強い。あー、出ない、やばい。よし、ワンチャン。まあ画面端めくりはわからん殺しみたいなとこあるよ。わしもなかなかもがであろう。
何をじゃあブロス込んで靴ひら溶かしとく感じですか。そうですね、それが一番安定だと思います。知らねえよこのキャラいや絶対そのうち半蔵ね増えるから、ゲーセンでもございます。ゲーセンでも増えるんで今のうちに慣れといた方がいい。あーうまいよ。こういうこともできる。膝が強いキャラは大体強い。やばい、ゲーセンではあんまり負けないけど。ほう、まあギックさん強いかな。ギックさん自力があるかな。 N1 で鍛えた自力があるかな。相手がみんなやってない人っぽい。あれでもそっちいないっけ。うーん、やったぜ。同人勢そっちいないんだっけ。あー確定。行くゲーセンが悪いかもしれない。そっちだとどこだろう。あー怖いよ。長い。ゲーセン行っても誰もいなくて悲しい。下ラバだ。ゲーセンなら結構いるかもな。オースワンアーバンだっけ。いい加減にしろこれチャダ、チャダ対チャダ用のセットプレイなんですよ。相手の強制立ちぐらいに立ち上がりにジャン AC が重なるっていう。めちゃめちゃしゃがんでても F 式で当たります。あブチギレコ、ブチギレコマ投げ。あーダメだ。つか今回の雷撃はブロられちゃうな。今回の雷撃速度遅くなったせいで、まあ良心的になったとは聞こえはいいけど。リーフはブロってくる。これがサードぜ。あーそこで投げ。あーうっそだ。やっべ。どうすか、どうされちゃうか。なんだ俺が投げる。さんはなんか N9 結構やってた気がするけど。なんか勢力所属するか。やったぜ、やろうやったぜ。うーん、中足がない。足払いマジいらない。ギガデス最近7個くらい確定掛け持ちしてるから。やりすぎでしょ。デッドアライブなんか新しいの出るでしょ。なんかデッドアライブちょっとやりたい。全部脱出数で終わる。マジで。おお怖い、狙ってくるね。2段中断知らないか、2段中断知らないか。うっそ。私もなかなかもがであろう。なんか久保さんが喋らないと思ったらインサーノー足だったから。
うん、まずい。あーずるい、まずい。それヤタは家庭用出てから頑張る。いや、それが正しいと思うわ。いや、正しくはないよ。ゲーセンでもまあ楽しいとは思うけど、フリップとか50円のゲーセンじゃないと厳しいよな、このゲーム。うっそ、すんだ。あー取れない。ホームは50円だね。あ、マジで50円なら全然。あー、そうでもないな。このゲーム終わるときはすぐ終わるからな。これ確定しないのどうなの？でも2人しかほとんど身内になっちゃったから。ああ。いない線ばっかり。まあでもこのゲーム身内戦が楽しいから、みんながやってくれるんだったらありだと思う。ほんと人読みになってくるから、このゲーム最終的に。あっ、周り誰もやってないんだが。マジで？あー、うっそ、危ねえよ、もう。あー、届かない。ずる。サード勢も NIN 勢もいるから面白いっちゃ面白いんだけどね。サード勢とか NIN 勢だったら多分このゲーム強いと思うけどな。俺も暁勢だったし。遊び今暁 NIN 勢だけど、やたやった時は確かに最初は慣れなかったけど。うわー強い。あっさ、うっそだ、やる。ダメか。嘘、潰されんだ。逃げくちゃんやんか。やっぱブロコパが一番安定かな。マーガすぎる。ああ投げ。ジャックの間合いがめちゃくちゃ長いんだよね、これ。下手に止まってると出し投げでいいようにされる。
まくっついてるよね。小技は減るね。うそ、ここからスーとはちょっと予想外なんだが、予想外なんだが、やっぱり飛び込むのが良くない。早出しじゃん。いやうまい、やっぱり感覚はなし。あー繋がらん。ダイアシスだけ逃げたですって。怖い。実戦で使えるもんかな。やってねえぞ。画面は嘘をつかない。ダイアシカラキャンをやってる人はあんまり見たことがないけど、きちんとできるんだったらもちろん実戦投入はありだと思います。ダイヤシよりも西カラキャンをやってる人の方がまだ見るけど、どうなんだろう。ダイヤシでやってる人は見たことない。ギガデスより食ってたのはやばい。早出しジャンディでも早めにこっちも実行 C で反応できれば最下位打ち取れる。残機かよって。そうですね、弱メガデスはギガデスよりも範囲でかいんで、確か、あれ違う、さすがにギガデスの方が長いか。それは嘘ついた。さすがに持った。ただ弱メガデスは相当長いから怖い。まあいい。怖すぎる。すかしげだ。私もなかなかもがであろう。なんはい、久保さんの力は偉大だね。ははは、あー潰すか。判定が冷蔵庫すぎる。マイ。はい。忘れた頃に暴発する空中モズ。スクージュをブロってもいいことないんだな。あーブロれもしね。あうっそだ。優しい、優しくない。
そんなしないが鋭すぎるな。そう。あーやばい。こっちは投げ無敵あるんや。あ。ニバサコディ。遊び。ウルトラデイビッド。あーうますぎる。さあ、起きる。メガディッツ。うん、ないか。ラウンド選手したのはワンピー。ラウンド2。ファイト。ラウンドアタックは2ピー。メガディッツ。怪しかったな。前にこのチャダユーザーを見たことがない。新しいプレイヤーのでリカ役。いや 4.3 の頃も結構やってましたね、インさんは。ただ途中 4.2 の頃か。あーマジか。やってない。やってなさすぎる。ですよね。セットプレイどうなってんの？セットプレイはね、普通に中段2回。あれインさんは 4.3 からだっけ？忘れちゃったのに。相手の起き上がりに中段が重なるんだけど、中段っていうかジャン A ジャン C の TC が立ちぐらいでつながるんだけど、相手が強制立ち状態になってるんで、しゃがんでても当たるっていうセットプレイ。無敵昇竜ある連中だったら、なるほど、強いチャダプレイです。強いっすね、インさんは。無敵技持ってる連中だったら、こっちがハイジャンプしたの見てから昇竜とかで潰せるんだけど、後でもっかい教えて、わらわら。減りすぎでしょうよ。2回しか攻撃からってねえんだけど。あーダメだ。 EX モズのモズじゃない、 EX 巻き蹴りの投げ無敵がない部分がいい具合に吸われてる。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ラウンド1、飛ばずに戦おう。さあいよいよ始まります。いいと思ったのはワンピー。ダメだ、ダメだ、この出し投げが俺は弱い。この展開はメガディが、ギリギリ届かない。メガディ
でガードしていない。何が見えるよ。風呂受け付け中だ。さあ起きる。投げがここまで。うえ。あーうまっ。ラウンド2ファイト。しっかり対空してくんな。ゲージが1あればギボタルチャンスはある。あー届かないのはこの差し返しが。チャダの 5D がなかなか判定かな。うわ、投げ無敵。とりあえず中足差し返しマンになりながら、相手の飛び落とすマンになれば、不意のダッシュ投げさえ食らわなければワンチャン。やべ、小足を差し返し狙ってきてる。序盤はお互い様子見。こうしないと半蔵勝てないんだって、マジで。今回の半蔵雷撃とかに甘えらんなくなったから。ヒット確認。ひどい。これで100円なくなっから。メシカだった。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ラウンド1ファイト。怖い。財布が溶けちゃう。序盤の展開はゲラインキット。すみません、これチャダ半角ないんすよ。弱巻きゲル。あ、うまいけど怖い。はい、あ、これラスト枠です。ありがとうございました。なんでピヨンだよ。そういうゲームなんだよ。はぁ、差し返してる。これ中足に差し返してる。この人投げてブローラセ。